この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。皆さんこんにちは、黒猫魔術店の魔女のみつねこです。今日は黒猫魔術店が運営しているこちらの魔女畑、無農薬で魔女畑を運営しているんですが、この畑の中から今日はご紹介したい野菜があります。こちらです。この小さな、なんか周りの葉っぱが大きくて、それに比べたらすごく小さい葉っぱなんですが、こちらの野菜見たことありますかね。はい、スーパーにも並んでいる野菜なんですが、葉っぱも食べれるんですが、主に食べるのは葉っぱではなく根っこの方になりますね。はい、だから葉っぱでちょっと判断するのは難しいかもしれないんですが、この葉っぱの持ち主はどなたでしょうか。はい、これは近づいてみるとわかります。はい、でかき分けてみるとこちらですね。見えますかね。はい、見えました。はい、これはラディッシュ、20日大根ですね。20日大根ラディッシュという、野菜であり、そしてハーブ辞典にもちゃんと載っているハーブです。はい、でラディッシュなんですけれども、油の科のお野菜ですね。はい、主に大根ですね。大根ですので、はい、根っこを食べます。でもちろんこの葉っぱも食べることができますね。皆さん大根の葉っぱもね、食べると美味しいかと思いますが、この20日大根の葉っぱも食べることができます。そんな食べないですけどね。そんな20日大根の葉っぱはそんなに食べないですが、はい、食べることできますね。はい、でこの、ラディッシュ、ハーブ辞典にも載っているくらい結構ヨーロッパではメジャーな形なんですが、ちょっと魔術的なねことをちょっと先に言うとですね、惑星は火星です。火星なのでとてもエネルギッシュね、行動力があったり、あとは破壊衝動があったり、ちょっと激しめの、はい、惑星ですね。だからエネルギーがあるよっていうことで、そしてエレメント、つまり4大属性は火属性で、さらにエネルギッシュですね。火星ときて火ときてる、これはとても熱い、収蔵みたいに熱いですよこれは、でさらに陰陽だったら陽です。男性性の方ですね。はい、陽ですので、熱い、本当に熱いですね。つまりこれはラディッシュは、食べることによってこう熱を生み出したり、こう体があったかくなったり、そしてエネルギッシュになれる、そんな元気になるとかですね、そんな形の魔術的な能力があると昔の、魔術師たちは記しておりました。はい、で実際でもそう思いませんかね。20日大根なので大根の仲間として考えると、冬、大根って冬の野菜ですよね。冬の野菜だから、冬になる野菜っていうのは体を温めてくれると思います。はい、体を温める作用がある。料理にもよるかもしれないですね。大根おろしだったらちょっと冷えるかもしれないんですが、なんか大根の煮物とかね、はい、なんか温めてくれそうな感じしますよね。でこのラディッシュも体を温めるそうですね。でちょっといい感じのを収穫してみようかなと思ったところ、そこにミツバチが、はい、ちょっといい感じの収穫してみようと思います。でいい感じかどうかこう判断するのは、ちょっとかき分けてみてですね、わかりますか、こうかき分けて葉っぱをこうかき分けてみて見ると、こうどのくらい成長してるか、上から見ればね、どのくらい成長してるかがわかるかと思います。で20日大根、ラディッシュはあんまり大きくならないうちに食べますね。大きくなって花が咲いてしまうと、中に、空洞ができる、つまり巣ができるんであんまり美味しくない。なのでちょっと
若干大きくなってきてもうダメそうな、ダメそうなっていう言い方はあれですけど、ここら辺どうですかね。ここら辺こう上から見た時に、上から見た時にちょっと大きそうなこいつをちょっと抜いてみようかなと思います。よいしょ、はい、引っ張るだけ。こんな感じで可愛いラディッシュ収穫できました。だいたい直径的にはどんくらいかな、これ直径5センチまでいかないくらい、5センチまでいかないくらい、うん、このくらいの、はい、このくらいのサイズ、ちょっと大きいかな、これはちょっと大きいかもしれない、うん、大きいから抜きました今日食べたくて、うん、だから、まあ、これよりも小さいくらいで引っこ抜いて食べるのがちょうどいいかなと思います。で、食べる時なんですけど、まあ、葉っぱ全然食べれるんですが、このわかりますか、このくらいまでだいたい食べる、ここまで茎を切って、でそのままサラダに入れてうちではこのまま出てくるんですけど、全然スライスしても美味しいと思いますが、はい、このくらいまでは普通に食べますね。で、葉っぱはあんまりうちでは食べない、うん、このくらいまでが美味しいからですね、はい、でもまあ食べようと思えば全然葉っぱまで食べれると思いますね、はい。でこれ収穫したのでちょっと入れておきます、はい、あ、株もね、さっき収穫したので入ってますが、はい、こんな感じで収穫していきたいと思いますね、はい。もうラディッシュは美味しいので、もうたくさん食べたい。よいしょ、じゃあこれ抜きます。よいしょ、はい、こんな感じが、あ、ちょうどいいかも。いて、あ、皆さん、株は株じゃないや、ラディッシュ、ちょっとトゲトゲがあるので気をつけてください。このくらいの直径が美味しいかもしれない。よいしょ。でですね、これ持ち歩くと邪眼よけになるそうです、皆さん。ラディッシュを持ち歩くことによって邪眼よけになるそうなんですが、これ持ち歩くかな結構持ち歩くにはちょっと 大きいかなって、邪魔になるかなって思いますが、うん、邪眼よけになるそうですね。で、持ち歩いているとこれ魔女の居場所がわかるとも言われています。魔女を探すためにこれを持ち歩いて、まあ、邪眼よけしつつ持ち歩き探していたそうですね、うん、はい。で、食べると性欲がアップする、まあ、火属性でね、火星ですからね、うん、なんかエネルギッシュになりそうだから性欲はアップしそう、確かに、はい、うん、まあそんな感じかな、ラディッシュ、うん、食べると元気になるっていうことですよね、つまりは、うん、魔除けにもなると、はい、まあこんな感じでこの後もね、どんどんね収穫していこうと思うんですが、はい、今回はラディッシュのご紹介とあと収穫をしたというね動画でした、はい、こんな感じ、はい。で今回はラディッシュ、かわいいかわいい小さな小さなこのラディッシュとともにお届けしましたが、この動画がとっても面白いなと感じた方は、感じなくてもですね、感じてない方でもぜひぜひ、はい、チャンネル登録、そして、グッドボタンをどうぞよろしくお願いします。はい、今日は、魔女畑から魔女のミツネコと、そしてこの可愛いお友達ラディッシュとともにお届けしました。今日もご視聴ありがとうございました。こんなに収穫しました。ありがとうございます。ミツネコでした。